カエバルシャボンラッチャー、うん、聞かぬと言ったろ、シャボンキャッター、逃がすか、逃げも隠れもせん、シャボンキャッター食らえ割る、シャボンカッターグライディング、ワブ、もう有無を言わせぬ、ひぎ神綱、おっと待ちな、周りをよく見ろ、今までのシャボンカッターはすでにシャボンレンズとなって対空していたぜ。レンズ、そして貴様がぶち砕いた壁の穴はいわばカメラの開きっぱなしのシャッターのようなもの、レンズが外の日光をホテル内へ、何シャッター、もう動けない、貴様はフィルムだ、写真のフィルムだ、真っ黒に観光しろ、ワブ、もう再び風のプロテクターを、そうはさせん、今度こそ直接波紋を流し込んでとどめだ、一点、そして一瞬、ほんの一点の視覚だった、レンズの光にシーザーの体が影となった一点、ワムーはこの一瞬を逃さなかった、シーザーはワムーが戦闘の天才だということを再び思い知らされた、風のモード神綱嵐、この破壊力はまさかワムーの神綱嵐、それしかないということはシーザーがなんと強力に成長したものよ、満足だ、久しく満足なる戦いだった、波紋の戦士よそして危なかった、もし俺のモードがお前の波紋レンズを吹き飛ばせる風でなかったなら、貴様のレンズからの日光をどうやって防いでいたかわからぬ、そしてもし風のモードを利用しないカーズ様が先にここでお前と出会い戦っていたのなら、負けるはずはないにせよ、私以上の苦戦とダメージを強いられていたであろう、無駄だ、貴様はもはや立ち上がれるような肉体ではない、モード神綱嵐はお前の筋肉や血管をズタズタにしてしまった